それではどうぞ皆様盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。やっぱりこれがあるからいいね。食べ方はこれできないもんね。これがいい。これこれ、ね、ほらあのこの段差からいい今は狭いとこでしょ。4畳半2つのとこにいるから、ここへ来たらびっくりするくらい広い。素敵。なんかやっぱりこっちの方がいい。高校や住宅のモデルルームをオープンしました。本日オープンしたのは小名浜地区タイプに建設される200戸の 2LDK と 3LDK の、中古の内部を再現したものです。今回の福岡営住宅の特徴としましては、お年寄りや、車椅子の方にも使いやすいように全ての住棟にエレベーターを設置して、基本的にバリアフリーの構造を採用しております。特に1階部分に関しては車椅子のままで、住戸内にアクセスできて、車椅子のまま生活できるような工夫もされております。また各団地には集会室を設けて、地域の方々と、それからそれぞれの入された方々のコミュニティが助成しやすいような工夫もされております。それからあらかじめ、浴槽であるとか給湯器、それらも設備されております。また住戸以外にも、外部から利用できる物置をですね、設置することにしておりますので、収納の面積も十分確保されております。まあ、今回、展示します、小名浜タイプの他に、常磐湯永屋のタイプ、これもありますけれども、このモデルルームに関しましては郡山の、葉山地区に、2月の末をオープンを目標に現在モデルルームを追加で建設しております。今回のモデルルームをご覧になっていただきまして、今後の生活を考える上での、一助となれば幸いというふうに考えています。